足んなくない？あれ？おかゆ？あれ？おかゆ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 ？ディアーみおちゃん、お誕生日おめでとうございます。なんかおかゆの声が脳内に、なんかそこに、あれ？今日は濃厚接触者になっちゃってめちゃくちゃ元気が余ってるけど行けなくなってしまいました。また元気になったら遊びに行こうね。おかゆ、遊びに行こうね。おかゆ、ありがとう。ゆっくり遊んでね。ゆっくりするんだぞーい。ということで、おかゆは来れなかったけど、来れなかったと思ったけどね、また一緒に遊ぼう。ね、また4人で遊ぼう。そうだね。今日解散ということです。え、ちょっと待って、ちょっと待って。ありがとうございます。ちょっと待って、あのうちの誕生日会は？あ、そうだ、忘れてた。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 なんか飲み物もある。発売となります。わーわー、こんな感じです。よこりゃ、なんか持ってる、なんか持ってる、なんかシーツが見えるぞ。はい、あの今回抱き枕カバーが発売となりました。はい、イラストは泉パッパが描いてくれて、表面はで、裏面は浴衣となっております。皆さんのお部屋のスペースを少し空けていただいて、こちらの枕カバー、まあ、枕別売りなんですけれども、買っていただいてね、ぜひ。あ、やめてやめて、痛い痛い。買っていただけたらと思っております。複製サインとメッセージが入っております。こちらがね、一緒必ずついてきますのでね、ぜひぜひ。あ、ストーリーしてる。皆さんね、こちらコンプしていただけたらなと思っております。あ、なんか出てきてる。はい。というわけで、ちょっと騒ぎすぎちゃったな。以上、ずれてきちゃってやばいな。うわー、現実感。はい、おいしょ。あ、これできっと OK なはずだ。大丈夫です。おいしょ。おいっきい。ちょっと準備しますので少々お待ちください。はい、待ってください。よいしょ。人生リセットボタンポチー。人生リセットの電気チー。